ださるお客様、ザックに関わる全ての方への恩返しのテーマとした作品になっております。精一杯演舞させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではいきます。これはあなたとおもちゃの物語。共に踊るその日を夢見て僕たちは今日も願う。